選手の皆さん、オリンピック出場本当におめでとうございます。皆さんにとってオリンピックは夢であり大きな目標だったと思います。これまで積み重ねた努力に心から敬意を表します。今から約50年前の東京オリンピック、10歳の子供だった私はテレビの前で大きな声援を送ったことを鮮明に思い出します。重量挙げの三宅義信選手、圧倒的な強さで優勝したジャークの場面をみんなで真似しました。東洋の魔女と呼ばれた女子バレーボールチーム、本当に強かった。表彰台で日の丸が上がるごとに日本国民はみんな頑張れば世界に勝てると勇気づけられ、大きな誇りを感じました。スポーツには大きな力があります。リオ大会での皆さんの活躍も多くの人々に夢と感動、そして勇気を与えてくれると思います。初めて出場する若い選手の皆さん、また連覇を目指すメダリストの方々、選手の皆さんの目標は様々だと思います。世界のライバルを相手に自分の力を思う存分発揮し、最高のパフォーマンスを見せてください。団体競技も楽しみです。32年ぶりの出場となる男子水球、新たにオリンピック競技となった7人制ラグビー、日本ならではのチームワークと固い絆で素晴らしいプレーを期待しています。リオの次はいよいよ東京です。選手の皆さんの活躍は2020年東京大会の大きな弾みともなります。頑張れ日本、皆さんも心から応援しています。